ジョバンニバッティスタ・ビオッティのバイオリン競奏曲第22番位単調 G97WL-22 は1795年あるいは1797から98年にロンドンで作曲されたバイオリンと還元楽のための競奏曲作者のバイオリン作品の代表作の一つで今日演奏される最も有名なもの三楽章構成で バイオリンの演奏技巧を発揮させながら技巧に流れない中間楽章も含む。全体的にイタリア風な旋律の美しさによって独奏バイオリンを十二分に活躍させるとともにハイドンサイズのオーケストラを用いることによって従来独奏に対して従属的な地位にあった伴奏をそれと同意に引き上げようとしており近代競争曲への先、崖が見える。 ブラームスやヨアヒムはこの曲の賛美者である。ブラームス自身はベートーベンのコンチェルトよりもこの曲を好み、ヨアヒムのバイオリンと彼のピアノで何回も画奏を楽しんでは、その度に感激していたという。またベートーベンもビオッティの作品はよく知っており、影響を受けたと言われている。独奏バイオリン、フルート一、オーボエ2、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、 ティンパに、弦楽五部古典的なそなた形式。4分の4拍子。冒頭のトゥッティーで、異端調子和音を提示し、憂い合いに満ちた第一主題が始まる。異蝶蝶の新しいテーマを出した後、優雅な第二主題を、補聴蝶で歌う。次に、改めて独奏バイオリンが第一主題を弾くが、すでに変装されており、小結尾は、 超三度下の波長長に急激に転調し、展開部に入る。16部音符にトリルをつけた華やかな装飾で、第二主題を再現する。再現部の第一主題はオーケストラに現れ、ソロがそれを装飾する。イチョウ長の主題も歌われるが、第二主題はもはや再現されず、カ電ンに入る。全体的に、物理現の技術も、 効果的で、ラルガメンテの表示通り応用に演奏される。短いコーダで単調のまま閉じられる。なお、カデンツは、ヨアヒムやイザイのものが有名。また、クライスラーやビーニャフスキも残している。演奏者が自作のカデンツを弾くことも多い。三部形式。2分の2拍子。落ち着いた、感情楽章。第一バイオリンが、静かに第一主題を出し、 ソロが変装しながらロ長長に移っていく。中間部は短く、オーケストラが補短調の楽譜を奏し、やがて再現部になるが、補町長ョの第一主題はソロに受け持たれる。非常に通りがよく美しい楽章であるので、やはりヨアヒムがカデンツァを残している。ロンド形式、4分の2拍子、急速な修学章、ロンドの終局である。魅力的なロンド主題が、 ソロに提示され、オケのトゥッティが続く。新しい旋律がやはり単調で美しく歌われた、あと、ロンド主題から派生した副主題が波長調で現れ、長い計画に入る。やがてロンド主題の再現となり、副主題にもロ単調で現れた後創クがやってくる。次に、オーケストラがロンド主題を再現し、伴奏を伴う短いカデンツアの後、ソロが主題を再現し、 トゥッティによるコーダで単調のまま閉じられる。高音域と移り弦のテクニックを披露する。ビオティ、GB、クライスラー、F コンツェルトナンバー22、カデンジズハットヘンリック・ビエニアフスキー。ありがとうございます。